Hello, hello, hello. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Like a Dragon Infinity Wells. Ja, ich habe mir jetzt ein bisschen was über... Oh Gott. Überlegt, und zwar... wie heißt es gleich noch? Ich glaube, ich spiele jetzt ein bisschen abwechselnd. Und, heute brauche ich seichte Kost. Die Arbeit war sehr anstrengend. Und ich glaube... Bei Minecraft muss ich mir einen zu großen Kopf machen und nachdenken und sowas, und hier kann ich einfach durch die Gegend laufen, ein bisschen kämpfen und Story genießen, und ja, deswegen spielen wir das, und morgen denke ich mal dann wieder Minecraft. Genau. Yeah. Und dann hatte ich noch was anderes gesehen. Dragon's Dogma kommt in 2 Wochen raus. Passt an sich perfekt, da ich genau zwei... Also es kommt raus und dann habe ich 2 Wochen Urlaub. Also... Ich denke mal, da werde ich hart reinsuchen. So, jetzt sind wir bei Hello Work. ちょっと、あの、あんたが春日さんか?浜の駆け込み寺の春日一番さん。ああ。よかった。あんたを頼れば仕事にありつけるって聞いてきたんだ。いや、それが 俺は見ての通り、ヤクザ上がりでよ。嫁とガキが2人、上は来年小学校だ。俺のせいで散々苦労させちまったけど、せめてガキには、まっとうな暮らしをさせてやりたくてよ。あ、あんたを頼れば、俺みたいなのでも、まっとうな職に就けるって聞いてきたんだ。頼む、仕事回しちゃくんねえか。すまねえ。は?実はよ、 俺がここをクビになっちまって、仕事紹介できなくなっちまったんだ。え?頼ってきてくれた奴にそれを知らせたくて、ここで待ってたんだよ。ああ、びっくり。本当にすまねえ。嘘だろ。俺はどこ行っても門前払いされて、もうクビくくろうかって時に、 Okay, nimmt das einen Dark Twist. なのに、その本人がクビだ。あんたも職がねえってことか。そんなバカなあるじゃあるかよ。変な期待持たせやがって。人を落とくるのもいい加減にしろよ。おい。すまねえ。 Und vergiss eh. Schutto. Oh. Kasuga-san. Otsukare-sama desu. Sumimasen. Osawagase shichimatte. Ah, ja. あの、申し訳ないんですけど、俺がもうここに勤めてないって張り紙とか出してもらえないですかね。多分俺のいない間に春日に用があるってやつが来ると思うんです。それってヤクザが来るってこと?元ヤクザです。お願いできますか?多分皆さんにご迷惑かけちまうと思うんで。 あ、分かった。こっちもそんな連中にホイホイ来られちゃ迷惑だからね。よろしくお願いします。それに
君もこんなところにいたって決まったことは変わらないからね。何？喧嘩してたわけ？指揮試合でやめてくれるかな、そういうの。すいません、もう行きますって。佐々木にどこ行くか事情説明しねえとな。Ich frage mich echt, was. Das ist doch dieser IT-Typ, oder? Der das hier alles in die Wege geleitet hat. Also, ich kann mir das nicht anders vorstellen. いらっしゃい。OK。ありがとうございました。OK、was ist jetzt hier? Hier wohnt dann Sasaki?かけてすまねえ。実は足立さんから聞いてます。俺も今月いっぱいまでだって。すまねえ、俺が不甲斐ないばっかりに。いいんです。なんか逆に諦めがついたっていうか、人生全部やり直す覚悟で心を入れ替えて真面目にやり直してるつもりだったのに、これでしょ。神様ってやつはとことん俺のことが嫌いなんだなって。佐々木、大丈夫っすよ別に。俺より春日さんの方がよっぽどひでえ面してるじゃねえすか。いい夢見させてもらいました。それじゃあ、Das ist so trübsinnig. Oh.Das hat sich ehrlich gut gemacht. これからどうすかな。カスがいるか。アダチだ。俺もいるぞ。アダチさんにナンバー。急に悪いな。今ちょっと時間あるか。ああ、時間だけは腐るほどあるよ。悪い、水しかねえけどいいかい。そいつはごちそうだ。いただこう。で、どうしたんだい。ちょっと気になることがあってな。お前、美咲には最近顔出してるか。なあ、その近所にはな、まだ俺を頼ってくるやつがいるかもしれねえからよ。で、どうだ、そういうやつに出くわしたか。最初の何日かは来てたけど、今全然だ。俺がもう当てにならねえって情報が広まったんじゃねえかな。そうか。けどそれだけじゃねえかもしれねえんだ。どういうことだよ。
最近な、清流会がきな臭い動きを見せてる。清流会が？星野が死んで頭だった高部が会長になったのは知ってるよな。まあ組の序列から言えやそれが筋だもんな。その高部が今無所に入ってることは知ってるか？2年くらい前のことだ。いや、そうだったのか。ああ、だが問題はその後だ。最近になって東城会や近江から放り出された元ヤクザたちが清流会の門をくぐってるらしい。それも10人20人って規模じゃ収まらねえ数でだ。え、それって要するに清流会が組の兵隊を増やしているように見える。もちろん星野や高部がいりゃそんなことはしねえだろう。だが星野会長は亡くなり、高部も服役中。ああ、トップが不在なのに乗じて清流会内部でよからぬ動きがあんのかもしれねえ。せっかく仇になろうとしてた奴らを清流会が極道に引き戻してるってことか。加えてもう一つ悪いニュースがある。Also der Sayura Clan? どうやら佐々木も清流会に行ったらしいんだ。佐々木が？職をなくして相当こたえてたからな。仇としてやってくことを諦めちまった。その可能性は正直否定できねえ。佐々木が清流会に行ったって情報は確かなのか？うん、ホームレス村の馴染みからの情報だ。今の俺が言えたぎりじゃねえ、言えたぎりじゃねえけどよ、佐々木をまた極道に引きずり込むのを見過ごせねえ。あいつ仇としてやってこうって腹くくったんだ、俺の目の前で。俺はあいつを助けて。まあそう言うだろうな、お前は。行くんだろう、清流会事務所。付き合うぜ。でもよ。放っておけねえのは俺たちも一緒だ。それに今の清流会が話の通じる相手かわからねえ。そんなとこにお前を一人で行かせると思うか。足立さん、ナンバー問答無用だ。パーティー再結成だな。オンライン。久々に冒険と行こうぜ、勇者さんよ。お。Endlich startet das JRPG。となりゃあれがねえと閉まらねえよな。ほ、あれどこやったよ。あれ？あれだよあれ。勇者のバット。まさか捨てちゃいねえだろう。ああ、あれは確か。おい。なんだよありゃ。いや、物欲しい像がなくてよ。だからってあれ使うか？緊張感ねえなお前は。ああ、エモい空気が台無しだ。とだよ。おお、endlich wird's Zeit。たく、頼むぜ勇者様。頼りにしてんだからよ。お、よし、じゃあ出発か。なあ、その前にちょっといいか。なんだよ。冒険に繰り出すにはまず装備を整えねえとよ。おーは、確かにお前はそのなりが似合ってる。
何の因果かまたこのメンツで始まるんだな。こういうのをな、腐れ縁つんだ。正直言うとさ、俺は心のどっかでこの日を待ってたような気がするぜ。よっしゃ行こうぜ、ナンバー足立さん。世間様を浜の英雄と騒がせた俺たちだ。こうなりゃ誰にも止めらんねえぞ。おうよ、おっしゃ。オッケー。あ、war das blöd。オッケー。あ、nee。damit habe ich nicht gerechnet。確か川の近くにぶっ刺さってたのを春日が抜いたんだったな。そうそう。俺と足立さんじゃ抜けなくてさ。こいつ、選ばれし勇者だけ抜けるんだ。とか調子こいてよ。これは勇者の政権だとか言ってたよな。ガキの頃から勇者に憧れてたとはいえ、こいつ頭大丈夫かって思ったもんだ。俺は今も変わらねえぜ。ふん、俺がこの世界を救う。いやいい、endlich geht die Heldengeschichte los。それだそれ。相変わらず決まってんな、勇者様は。おいおいおい、楽しそうなおっさん三人組だな。遊ぶ金貸してくれね。金ならない。こんな年頃のおっさんが三人もいて、金がねえわけねえだろが。嘘ついてんじゃねえぞ、ジジイども。ぶっ殺すぞ。おっさんがみんな金持ってると思ったら大間違いだぞ。おい勇者さん、その聖剣で久々にモンスター退治と行くか。そうだな、久々に行こうぜ。ナンバー足立さん。いやすぐに楽にしてよ。勝ちに行こうぜ。の、おい、こいつら変身したよな。あ、何言ってんだお前。いや、こいつ確か昔も同じようなこと言ってなかったか。勇者になったら敵が変身したとかなんとか。Wenn die Persönlichkeitsstörung überhaupt selbst。思い入れは結構だが、妄想はほどほどにな。なんだよ、俺だけかよ。まあいいや、こっちの方が面白いからよ。俺の番だ。かかってこい。ほら。ナイス。出番が来たな。おお、ドライヤーコンビ。次は俺だ。フレッシュ。やるぜ。頑張りますか。Okay, einer wurde besiegt. Oh. Oh oh. Okay. Haha. Geschafft. Hey, sag euch, gemeinsam sind wir unbesiegbar. Hey, wir überfallen gleich ein Yakuza-Hauptquartier. Werd nicht arrogant, nur weil wir ein paar kleine Fische ausgeschaltet haben. Ja, ja, schon gut. Er hat recht. Wenn Oyabun Hoshino tot ist und Takaba im Knast sitzt, wer weiß, ob es im Seruya-Clan noch jemanden gibt, der uns überhaupt anhört. Bleibt wachsam, ihr zwei. Alles klar. Okay.Okay, Gegner in der ganzen Stadt ändern ihr Aussehen, basierend auf Kasugas blühender Fantasie. Oh, was mir noch einfällt, hm?
Auch wenn unser Held hier sein Schwert schon zur Hand hat und loslegen will, können wir echt auch was gebrauchen. Jetzt, wo du sagst, hör mal, dieser... Oh Gott. Dieser Love Magic Laden da drüben verkauft krasse Sachen. Wir sollten uns vielleicht eindecken. Ich will nicht. Dankeschön, der Cone. Gute Idee. Warum nicht, wenn wir eh schon hier sind? Hab nichts dagegen. Ausrüstung zu kaufen und stärker zu werden gehört ja wohl zum Abenteuerdasein dazu. Wir sollten aufstocken, bevor wir uns den Tsuruya-Clan vorknöpfen. Ah. In Läden kannst du Waffen und Rüstungen kaufen. Diese werden aktiv, sobald du sie ausrüstet. Du kannst die Läden auf der Karte sehen. Drücke dort X, wenn dein Cursor sich über einen Laden befindet, um zu sehen, welche Arten von Waffen und Ausrüstung dort zum Verkauf angeboten wird. Okay, und hier wird die beste Auswahl an Erotik-Shop. Ich habe 16.000. Rüsten wir die hier erstmal aus. Bambusbesen. Riesenwurst. Okay. ありがとうございました。 Wohin muss ich denn? Ah. Okay, das ging schnell. Hm? Keine Menschenseele zu sehen. Heutzutage ist eher selten, dass vor einem Yakuza-Büro Wache stehen. Gehen wir einfach rein. Sie haben ja immer eine Klingel, oder? Ich weiß ja nicht. Wer ist da? Hallo. Entschuldigen, mein Name ist Ishibara Kazuga. Ich war früher in der Arakawa-Familie. Captain Takabe hat mir vor 3 Jahren sehr geholfen. Und was führt dich hierher? Ich habe gehört, dass ein Mann namens Sasaki neuerdings bei euch Mitglied ist. Ich bin sozusagen für ihn zuständig und wollte mit jemandem reden, der weiß, wie es ihm geht. Tut mir sehr leid, aber alle Besucher brauchen einen Termin. Keine Ausnahmen. Also geh bitte. Yeah. Komm bitte, sei so gut. Es ist wirklich wichtig. Hat uns nicht mal eine Chance gegeben. Klar, wir sind aus dem Nichts aufgetaucht. Aber das war schon ein bisschen kurz angebunden, oder? Hat Takabe uns vielleicht nicht erwähnt? Hm? Und Kasus, selbst wenn wir einen Termin vereinbaren wollten, wir haben keinen Kontakt. Takabe sitzt im Knast. Ich weiß, trotzdem gebe ich Saki nicht auf. Das heißt, wir schleichen uns rein. Es gibt ja sicher nicht nur den Haupteingang. Ha, ich wusste, dass du das sagst. Und wie sieht bitte unser Plan aus? Hier ist alles voller Kameras. Und es gibt keinen toten Winkel. Yakuza oder nicht, am Ende werden wir verhaftet. Dann fragen wir doch einfach die Leute, die diese Stadt am besten kennen. Wer soll das sein? Oh, du meinst das Obdachlosenlager? Ganz genau, aber ich will sie nicht einfach so fragen. Wir müssen ihnen etwas mitbringen. Klar, wie wäre es mit einer Flasche Sake? Das würde dem Boss gefallen. Eine Flasche Sake? Ja, okay. Okay. Wieder so, dass alle aufstehen können.
最強のパーティー再びだな。その最強パーティーの中身は全員無職のおっさんだけどな。細かいことはいいんだよ。 Wo ist eigentlich Penton Paw? Oh, da wollte ich hin. Ich wollte gerade fragen, wo ein Pfandleier ist. それに無職だろうが心は勇者だ。胸張っていこうぜ。お前のそういう根拠ゼロでも前向きなところ、マジで尊敬するぜ。そんなに褒めるなって。別に褒めてねえよ。 Ach, das ist der. Okay. おめえらといると本当退屈しねえぜ。じゃあ決まっていこうぜ、勇者よ。お。Ah, Großstadtgespräche. Während du in der Stadt unterwegs bist, kannst du manchmal Gruppengespräche mit deinen Freunden führen. Drücke Y, um während dieser Gespräche eine Zeile zu überspringen, wenn du es möchtest. Okay. いらっしゃい。Gegenstände verkaufen. ありがとうございました。Okay, dann haben wir jetzt unsere Sachen verkauft. Hier können wir noch ein bisschen was aufsammeln. Hier können wir was aufsammeln. Elektrofragment. Okay. Und wo müssen wir hin?Wir müssen ja eine Flasche Sake kaufen. Ah, okay. Gehen wir einfach in den Supermarkt. Hallo. So, Flasche Sake. Ja, kaufen wir. Ich sollte dem Boss den Sake bringen. Dann machen wir das doch mal.So. Na, Unai Anna da yo na. Ey, du bist wie. Wow. Oder warte mal, ich bin echt. Maji de Bijin. Oh, eine Nebenstory. Domo, arigato gozaimasu. Dewa. Chutto matte yo. Ne, shashin toka totte ii? Kinen ni sa.そんなことより彼氏とかいるな。ねえ、俺たち立候補してもいいかな。俺とこいつどっちが好き？ねえ。急いでますので、それでは。おいおい、芸能人気取りかよ、つれねえな。あんまり俺ら怒らせない方がいいよ、うないさん。あの人アナウンサーなのか。絡まれてるみたいだし、助け。おい、お前ら嫌がってるじゃねえか。え？なんだお前。嫌がってるなんてなんでわかんだよ。Also eine schöne Heldengeschichte。俺には喜んでるようにしか見えねえけど、なあ。その子が喜んでるように見えんなら、それがてめえらが嫌がられる原因だな。だとおっさん。俺らは女子アナとお近づきになりたいんだよ。邪魔するならぶち殺してやる。この手でひねり通してやってやろうぜ。頑張りますか。おう、こっち来い。おお、よしやるぜ。Oh, den zweiten verkackt. Nice. Pyro-Rülpser.
Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Yay! まだやるか？やりません。すいませんでした。しょうもねえ連中で。大丈夫かい？はい、ありがとうございます。本当に助かりました。Kein Problem。 あんたアナウンサーなのか？はい、私 TBS アナウンサーの宇内梨沙と申します。俺は春日だ。春日一番、よろしくね。しかし有名人ってのは大変なんだな。あんな連中に絡まれたりするのか。いや、有名だなんてそんな。でもまあ、たまにああいう方に絡まれることはあるかもしれません。この辺はどん底の町とか言われてるくらいだからな。用心しなよ。この後も仕事か？あ、はい、今からラジオの放送なんですよ。ラジオ？はい、 TBS ラジオで放送しているアフターシックスジャンクションっていう番組なんですけど、知りません？ Nein, überhaupt nicht。 あ、俺そういうの疎くてよ。あ、でも家にラジカセはあった気がするから、ラジオなら聞けるかもな。ぜひぜひ。もしよかったらスマホとかでもアプリで聞けたりしますんで、聞いてみてください。どんな内容なんだ？ゲームとか映画、音楽、漫画までいろんなエンタメを取り上げて熱く語る番組なんですよ。私も曜日パートナーとして出演してるんです。私が出るときはゲームの話が多いですね。私ゲームが大好きなもので。へえ、ゲーム好きなのか。俺も昔すげえ遊んでたんだぜ。ずっと勇者になるのが夢だったんだ。勇者に。そうですか。いいですね。ちょっとヤバい人なのかしら。けど最近はゲームも全然やれてねえからな。そのラジオで勉強してみるのもいいかもしれねえな。ぜひ。今日助けられたこととかもラジオで話しちゃおっかな。ラジオで流してもらうほど大したことはしてねえよ。じゃあな、うないさん、気をつけていけよ。あとラジオ頑張ってな。はい、ありがとうございました、春日さん。ラジオか。久々に聞いてみてもいいかもな。家のラジカセで聞いてみるか。あと、okay. スマホのアプリでも聞けるとか言ってたな。せっかくの縁だし、ちょっと入れてみるかな。Auf deiner Playlist App ist der Radio. Kannst du Radio-Episoden nehmen? Okay.So, okay, zum Beispiel der N2 mit Radio und kann so über die Hände putzen. Okay. Du kannst dir das Radioprogramm oder CDs anhören, die du in der Stadt gefunden hast. Stell dir über Kassel und Abschied oder App eine. Okay. Smartphone.Und wie funktioniert das jetzt? Eigentlich sollte doch jetzt Musik spielen, oder nicht?
wahrscheinlich das Radio. Okay, egal. So, und ich sollte doch... Genau. Was zur Hölle? Muss ja ziemlich gut gelaufen sein, wenn du sowas genehmigt wird. Ja, es gab große Pläne, aber dann kam plötzlich die Pandemie. Die wir sind alle pleite gegangen und jetzt sind nur noch ein paar Stahlgestelle übrig. Und dann haben sich die Jungs das Ding und okay. Hätte Bleach Japan die Stadt übernommen, hätten sie das nie zugelassen. Für die Obdachlosen hier fühlt sich das wie ein Triumphbogen an. Oder die Erinnerung an ihren Sieg. Sieht eher wie eine Burg aus, wenn du mich fragst. Auf der Straße munkelt man auch, dass sie das hier ihren Bergfried nennen. Würde ja passen. Okay. Burg ohne Fürsten, was? Oh. Kann ich euch helfen? Hey Boss, lang nicht gesehen. Du bist wohl nicht nur hier, um mich zu besuchen. Hi. Na, dann wollte ich dich was fragen. Ihr wollt euch also ins Büro des Sariura-Clan schleichen und deswegen ein einziger Mann dieses Sasaki? Es geht nicht um Zahlen, einer oder hundert, ich kann nicht einfach aufgeben. Schön, dass du dich nicht verändert hast, das freut mich wirklich sehr. Es ist ganz schön kalt geworden in der letzten Zeit, hm? Oh ja, stimmt. Und da du jetzt arbeitslos bist, tut es finanziell bestimmt ganz schön weh, diesen Anzug reinigen zu lassen, oder? Ja, kann sein. Naja, ich weiß, du stehst das durch. Komm mit. So, was kommt jetzt? Ihr... Wollt euch ins Hauptschleichen, um nach dieser Sasaki zu sehen, ja? Der Weg rein ist eine Einbahnstraße. Seid ihr bereit? Wenn du fortfährst, kommt es zu einer längeren Sequenz. Du kannst eine Weile nicht in die Stadt zurückkehren und auch nicht dein Spiel pausieren. Okay. Vorbereitung. Okay. Was ist das hier? Delikate, hä? Das ist doch ein Klamottenladen. Okay, dann gucken wir doch mal hier bei der Arcade. Das würde ich mir mal gerne angucken. Ups. Oh Gott. Müsste ich doch beide erwischt haben, oder?
Nice. Die Kombi finde ich super. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich sowas hinkriege. So, ich will mal bei der Arcade gucken, was man hier machen kann. Oh. Enttäuschend. Was ist das hier? Spike-Out, leichte Schwierigkeitsgrad nur hier pro Spiel. Vielleicht probiere ich es ja mal. Spielen. Was macht man hier? Insert oh Gott. Was ist das? Okay, wir spielen jetzt Spike Out. Okay. Wir spielen mit Linda. Okay, was soll das? Spike Out. Okay. Okay, was habe ich gemacht? Hä? Okay, also mit A kann ich greifen. Ja, mit X kann ich treten, mit Y schlagen. Okay. Okay. Oh, krass. Okay. Ja, es gibt hier also auch noch, ich glaube, alte Sega-Spiele. Nice. Oha. Das war leider eine super Attack. Okay. Oh mein Gott, ich glaube, ich will nicht weiterspielen. Okay. Das war dann doch ein wenig anstrengend.
Das können wir mitnehmen. Erkältungsmittel. Hallo, hi. So, da ich nicht weiß, wie lange das jetzt geht, mache ich, glaube ich, eine ganz kurze Toilettenpause. Dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich.
So. Dann wollen wir doch mal starten. Hier lang. Ich bin gespannt. Hä? Sag mal, was soll das hier? Wie gesagt, ihr wollt eine Hintertür, hier ist sie. Die Kanalisation oder was? Der Abwassertunnel und das auch noch mitten im Winter. Hm? Begeistert bin ich nicht gerade. Seid ihr zwei verrückt? Mein altes Herz macht keine Ausflüge in der Kanalisation mehr mit. Kazuga, es muss doch einen anderen Weg geben. Tut mir leid, aber das ist der einzige Weg, den ich kenne. Wir haben wohl keine andere Wahl. Unfassbar. Verdammt, ich hätte ein Testament schreiben sollen. Oder wenigstens meine Bucketliste abhaken. Okay. Ach, Kopf hoch, Nanaba. Wir haben schon viel Schlimmeres durchgemacht. Oh. Dragon's Dogma, Charakter-Editor heruntergeladen. Na schön, von mir aus, dann gehen wir auf Tauchstation. Danke, Boss. Meldet euch hinterher wieder. Alles klar, okay, Showtime. Los geht's. Oh Gott. Na lecker. Und überall schwimmt das Öl obendrauf. Okay. Nanaba geht gleich unter. Okay. Ist ja ekelhaft. Hier sind noch Ressourcen. ただ怪しい連中が住み着いてるって噂もある。用心しろよ。Okay, jetzt sind wir in der Kanalisation und hier gibt es auch Bauen. Okay, Leiter nach oben. Gucken wir doch mal eben oben. Können wir kein. Doch. Gesundheitsring. Nice. Fünf mehr. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Halb gegessenes Bento. Und dann hier hoch. Okay. Gegner. Krass. Okay, der brennt. Der hat mir ein Onigiri geklaut. Ne, Onigiri. Oh. Alter, ist das fies. Ja.
Nice. Okay. Dann geht's hier weiter. Oh. Pseudo-Trash. Yay. Jumanji ist betroffen. Alter, ist das... Alter, ist das fies. Hauen wir da einfach auf die... Oh, Sneaker. Können wir hier ein paar Level mitnehmen? Oh, die... Ein K.O. Oh, und... Oh. Die Ärmsten. Oh, ein Tresor. Safe-Schlüssel. Ja, öffnen. Leidenschaftsbandana. Oh, ja. Und dann kämpfen wir jetzt oben gegen die anderen Leute. Da war noch jetzt hier, ja, da. Gegen die will ich kämpfen. Oh, Alter! Das ist ein bisschen sehr brutal. Okay, und so konnten wir das easy hier abschließen. Windewurm, okay. Gott, okay. Alter! Alter!
Dass man die Gegenstände benutzen kann, ist ja auch mies. Oh, falsche Richtung. Nee, falsche Richtung. Schade, ich dachte ja, wir stehen im Hintergrund noch. Straßenkämpfer, okay. Ich muss Nanaba gleich mal heilen. Au, Stufenaufstieg und Rangaufstieg. Nice. Super. Oh, Levelaufstieg hat das erledigt. Okay. 100 Yen. 1000 Yen meine ich. So, heilen, voll regeneriert, eben speichern. Und dann geht's uns noch um, also ich denke mal, dann wird's jetzt anfangen. Ja, ich bin bereit. ここは青龍会の中庭か。会長室は確かこの上だったよな。ああ、よく覚えてるぜ。懐かしいね。前に来た時もこの3人だったよな。おい、てめえら、どこから入ってきやがった。あらら、干渉に浸ってる場合じゃねえとよ。それじゃ、やるしかねえな。さあ、気合い入れていこうぜ。足立さん、ナンバー後悔すんなよ。 Oh yeah! Jetzt kämpfen wir gegen die Soldaten! Oh Gott!Okay, dann haben wir jetzt nur noch den einen. Sender. Oh. Yay. Nice.
Ja, ich weiß. Alle da ke hade ni abaretanda. Denju, kessou kaete otte kuru ze. Koso koso kakureru hitsuyou mo nakunatta tte koto da ro? Kono mama kaichou shitsu made tsuppashiru to. Ja, dann müssen wir hier jetzt mal alles erkunden, ob wir hier noch irgendwas finden. Ah, wir müssen noch um, okay. Yeah, so. Okay. Oh Gott. Na, wie viel kriege ich? Ja, drei Stück, das ist doch sehr gut. Oh. Haben wir den Kampf gewonnen? Oder kommt noch mehr? Nee, Kampf gewonnen. Sauber. Oh. Bandagen. Okay. Was passiert, wenn wir hier runterlaufen? Oh, ich falle die Treppe runter. Oh. Aber hier sind erstklassige Kräuter, okay. Und sonst war hier, ne, nichts mehr. Hallo? Niemand anwesend? Doch. Arschlöcher, ihr kommt hier nicht lebend raus. Zwei Stück weg. Oh. Okay.
Oh, mit dem Blumenkübel, ist klar. Okay. So, dann sammeln wir wieder hier diese Zutaten ein. Schlichte Armbanduhr kann man immer mitnehmen und verkaufen. Und Safe-Schlüssel. Und noch ein Safe-Schlüssel. Also wird es jetzt nochmal spannend. Oh, safe. So, Daunenjacke. Okay, erhöht alles noch. Hey, nein. Speichern wir nochmal Safety First. Wir haben uns ja neu ausgerüstet. Was bringt das? に土足で踏み込んだ落とし前きっちりつけてもらわんとな。たく、会長室は目の前だってのに。おい、どうすんだ一番。あれは相当切れちまってるぜ。望むところよ。やっぱダンジョンの奥には手強いボスが待ち受けてねえとな。オッケー、ダンジョン5。 セルーヤ・クラン・オフィシャル。 Oh, der hat ein Schwert. Was macht der? Nee. Deckungsbrecher. Wenn du einen Gegner mit aktiver Deckung direkt angreifst, verursachst du nur den halben Schaden. Du kannst jedoch Halteskills einsetzen, um seine Deckung zu durchbrechen. Diese verursachen 4 Schaden und hinter den Gegner einige Runden lang dran, erneut die Deckung aufzunehmen. Du kannst die Deckung auch durch einen Angriff von hinten umgeben. Die Positionierung im Kampf spielt also eine wichtige Rolle. Okay.
Okay, Pyro-Rülpser. Das macht gut Schaden. Oh, ich kann nicht mehr. Zumindest einmal weniger. Oh Gott. Da kann zumindest ein bisschen. Nice, einen habe ich besiegt. Zweiten besiegt, berühmter Held, cool. Na komm. Nice. So. ここが会長室だったよな。ああ、気合い入れてくぞ。来週の定例までには話をつけておけ。ああ、先方の条件を飲んでいい。以上だな。では引き続きよろしく頼む。すみません、お待たせしました。高部会長の留守を預かっております。若頭の海老名と申します。はじめまして、春日一番さん。 OK、 松坂海老名。俺らのことは高部から聞いてるってとこか。ええ、お噂は金がね。あいつは無所に入ってるんだったな。会長は三下の起こした事件で使用者責任を問われまして、お勤めが明けるのは2年ほど先になります。
あんたさっき留守を預かってるって言ってたな。その割には見覚えがねえ。新山でして、清流会の門をくぐったのは大海山の後になります。それで今かしら。随分なスピード出世だな。あんた相当できるらしい。恐縮です。ですが前会長が亡くなり、大海山の混乱もありで人手不足だったというのが実情だと思っています。もっとはっきり言ってしまうと金稼ぎがうまかったということに尽きると思います。 OK、 ヤクザとしてはあまり堂々と言えた話じゃありませんが、謙虚さもバッチリだ。 OK 話を戻しましょう。高部会長からあなた方が清流会並びに偉人さんの恩人であると重々聞かされています。 OK、 ご挨拶が遅れて申し訳ありませんでした。盛大なお出迎え痛みいるぜ。うちは警備体制が徹底されていましてね、私が直接許可を出さない限り侵入者は無条件で排除されます。今回は春日さんのお姿を確認してから少し指示に時間がかかりました。もう少し融通聞かねえのか。下手すりゃお互い怪我じゃ済まなかったとこだぜ。すぐに警備を解除すれば浜の英雄がどれほどのものか見れなかったでしょう。そうかもですおせん。ネットフォニー。清流会を預かる身としては私も話し相手はそれなりに選ぶ必要があるんです。ご理解いただけますか。ま、押しかけてきたのは俺たちの方だ。ご理解するのが筋だろうよ。いや恐れ入ります。それより海老名さんよ、俺たちがここへ来たのは存じ上げています。佐々木さんのことですよね。話が早くて助かるぜ。 OK、 was kommt denn jetzt? こいつはどこに向かってんだ。山奥まで行ってそのまま埋められるとか。ご心配なく、向かっているのは港の倉庫です。佐々木の話するのになんで場所変える必要があるんだよ。百聞は一見にしかずと言います。4年前の大海さん以来、清流会でも足を洗いたいという組員が現れ出しました。高部会長は彼らを積極的に足抜けさせようとしたんです。ですが極道の社会復帰には大きな壁があります。元坊五年条項だな。ええ、あのルールがある以上元坊はろくな仕事にありつけず、大半の者が路頭に迷う。そこで会長はまず組を抜けた人間が誰でも働ける職場作りから始めた。職場？ええ、間もなく到着しますよ。ハンピン・リューマンが使用していた倉庫を我々が買い取ったんです。そして世界中から運ばれてきたゴミがここに集まっている。Oh Gott, ist das dieser Straßenkämpfer-Kampfding ans Kirchen? ゴミ？ゴミといっても今春日さんがご想像しているようなものではありません。その国にあってはならないもの。例えば現職大統領の不倫の証拠や不正な金の移動履歴。学者にとっては美術品だが、とある組織にとっては破壊すべき負の遺産。そういった物を密かに保管するのがここのビジネスです。もし依頼人の要請があればゴミは即刻物理的に処分もできます。Also eine Kunstgalerie für 日本というこの島国で
安全にゴミの扱いを先送りできるんです。バカでかい貸金庫みてえなもんってことか。ええ。金庫の外壁は鉛で覆われて、X 線でも中を覗けません。内部は真空状態を維持して経年劣化を防いでいます。その分保管料は高くつきますが、それでも世界中から行き場のないゴミが次々と運ばれてくる。まったくヤクザってのはすごいしのぎを考えつくもんだな。こちらは清流会のしのぎではなく、フロント企業のビジネスです。つまりこれが組を抜けた者たちの職場。ええ、近江連合と東上会の大会3号、社会復帰できなかった元坊たちは再び極道に戻ろうとしています。5年ルールに屈した人間、ヤクザでしか生きられない人間。理由は様々ですが、その人数は推定で1万人以上。まだそんなにか。カース。彼らが杯を求める先は清流会のような地方組織です。一つでも組織がある限り、どこまでも追いかけて杯を請うでしょう。Okay. そこで高部会長は全国の地方組織と連携して一斉解散を計画していました。Hi. Ja, sollte ich eigentlich mal nachfragen. 地方組織の一斉解散。広島の陽明連合。Das Spiel ist echt 北海道の北方組。沖縄の流動一家。他にも多くの組織が水面下で調整を行っています。いわば第二次大解散です。これが成功した暁には本当の意味で日本から極道がなくなるんです。私は会長の留守の間、その目的を粛々と進めているに過ぎません。あの高部がそんな風に動いていたなんてな。先の大解散と同じ鉄を踏まないためにも。Oh ja, das war im ersten Teil so. Da sind die völlig abgedreht. Das war so genial. あらゆるビジネスに進出しています。正直、失敗するものもあるでしょう。でもなりふり構ってられません。目の前のやれることを全力でやるだけです。第二次大解散は具体的にはいつやるつもりなんだ。木が熟したら。今はそうとしか言えません。初対面の俺らにここまで話してくれたんだ。十分だよ。感謝するぜ。春日さん、それに足立さん、あなた方の元坊への社会復帰支援についてはかねてより存じ上げています。もちろん現状の窮状についてもですが、我々の目指すところは同じはずです。ああ、荒川真澄の意志、ヤクザ者たちを一人残らず社会復帰させるという途方もない夢、それをどうか我々に預けていただけませんか。春日さん、足立さん、佐々木。佐々木、やっぱりおめえもここに来てたんだな。すみません。俺、正直言うと清流会には杯もらうつもりで門をくぐったんです。でも海老名さんは肩着のままでいいって。謝ることなんてねえよ。お前がいいならそれでいいじゃねえか。佐々木さんは我々が責任持って面倒を見させていただきます。よろしいでしょうか。正直こんなドーンとやってくれんなら、俺らが細々やってきたことは何だったんだって気もする。でもよ、海老名さん、あんたと清流会の志本当にありがてえ。俺なんかがこんな言い方偉そうだけどよ、どうか世間で路頭に迷ってる奴ら救ってやってくれねえか。ええ、もちろん。確かに受けたまわりました。
春日さん。ん？もしまだお時間ありましたら、会っていただきたい人がいます。俺に？いや、別に時間はいくらでもあるけどよ。ありがとうございます。では今、呼びに行かせますので。その必要はない。おっと、すでにおいででしたか。Oh, was kommt jetzt? まさか。久しぶりだな、イチ。沢城の頭。Kapitel 1 abgeschlossen. Okay. Krass. Ah, da kriegt man direkt. Ah, ii.癖ってのは抜けねえもんだな。よーし、沢城。沢城の頭。無所にいるはずのあんたがなんでここに。しかもその罪は。清流会の会長殺しだ。海老名にしてみりゃ親の仇ですよね。なのに。ずいぶん大事に扱われてるみたいじゃないですか。バカのお前でもそのくらいは気づくか、イチ。人のことをバカだのアホだのよく言い飽きないっすね。癖ってのは抜けねえもんだ。やられたな。それでどういうことなんです？早い話、4年前のあの日、星野会長を手にかけたのは、俺じゃなかったんだよ。え？遅い到着だな。星野も待ちくたびれたってよ。我が、これは一体。それはこっちのセリフだ。今までのお前ならもうとっくに片付けてたはずだ。沢城、お前爺さんが狙われてるってわざと情報を漏らしたな。はい。うまくいきゃお前がじいさんを殺す前に一番が止めに来てくれる、そいつを期待してたんだろう。はは、皮肉だったな。だから俺より先に別の殺しを送り込んだってことですか。その手柄はお前にくれてやる。清流会の会長を仕留めたとなりゃ無所の中で幅聞かせられんだろう。もうとっくに若の信用を失ってたんですね、俺は。沢城、それは違う。最初からそんなもんはなかったんだ。
星野会長を殺したのは別の殺し屋だったってことか。そしてそんな風に若から切られても、あんたはおとなしくその罪をかぶった。俺が星野会長を殺しに向かってたのは事実だ。そうならずに済む。何か奇跡を期待してたとしてもだ。それを私は無実ですってのも白々しいじゃねえか。黙って罪をかぶったのには他にも理由があったんじゃないですか。そうだな。いくらかは罪滅ぼしのつもりだったのかもしれねえ。俺は若が、いや自分の息子が腐った道に沈んでいくのを見てるだけだった。甘やかし放題を甘やかして荒川の親父にまで手をかけさっちまった。俺はそれを止めるどころか後押ししてたわけだからな。無所に入ってから俺はもう死ぬ日を指折り数えて待つだけだと思ってた。だがそこへ待ったをかけたのがさっきの海老名だ。奴の代理人って弁護士が面会に来た。あなたの無実を証明できる再審請求をさせてくれってな。じゃあ海老名は星野会長がやられた真相を知ってた。殺人犯は別にいたってことも。ああ、切れ者だよあいつは。しかも若くて勢いがある。そんな海老名が俺を無所から引っ張り出そうとしてた。その目的が極道の第二次大解散。お前もさっき聞いた通り荒川の親父がやり残した事業だ。となればあんたも無所で腐ってる場合じゃねえってわけだ。These are plot twists。 俺は登場会から近江に寝返って構想を煽り暴れ放題やってきた。そんな男に頭下げさせりゃ今は無名の海老名にも箔がつく。全国の極道に引導を渡すからには貫禄がいるんだよ。海老名にとって俺はそのためのかませ犬だ。Is this guy? 随分そんな役回りっすね。今の俺にはおあつらい向きの仕事じゃねえか。無所いるだけでてめえの罪償ったつもりになってるくらいならな。頭、今夜は海老名に頼んでお前と引き合わせてもらった。だが俺の身の上話をするためじゃねえ。言えた義理じゃねえが一、お前に頼みがある。あんたがこの俺に？それも急ぎでな。引き受けるかどうかは話を聞いてからにさせてもらいますけど。確か職にあぶれたんじゃなかったか。時間はあるはずだ。で、沢城の頼みってのが何か分かってもねえのに言われるがままパスポートを取ってきたと。従順だね。そうかもね。何にせよ外国に行かされるような頼みなんだよな、パスポートがいるってことは。詳しい話はこの後頭と平安楼でってことだ。お前一人で危なくねえのかな。あの沢城を信用できんのかよ。あの人が俺をどうこうしようってんならもうとっくにやられてる。確かにな。とにかく行ってくる。実際仕事はねえし時間もあり余ってんだ。今の俺を必要だって言ってくれてんのに無下にするのも悪いしな。平安楼までは俺らもついてってやるよ。暇持て余してんのはお前だけじゃねえんだ。
Okay. Hey, wir können uns wieder bewegen. Nach, keine Ahnung, 40 Minuten Zwischensequenz. Aber sehr spannend gestaltet auf jeden Fall. Also das ging echt gut klar. Und Taxi rufen. Ja, und dann fahren wir eben hin. Okay. So. Also, ich muss ja sagen, das war alles gerade sehr hart überraschend und irgendwie auch ein bisschen seltsam, aber diese Plot-Twist im Vergleich zum ersten Spiel, oh, schön. Muss ich sagen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Kinashai. Arigato. Domo. Miau. So. Omae to konna mise de meshi kuu hi ga kuru to wa na. Tekkiri 2人 kiri da to omotte mashita kedo.エビナが俺につけてる護衛だ。ムショ入る前は方々に敵作ってたからな。今俺を恨んでる奴がうようよしてるんだとさ。Oh God, bin ich müde。言われた通りパスポート取ってきましたよ。ご苦労さん。それで。俺に頼みってのはハワイに行ってもらう。そこにお前と会いたがってる人がいるんだ。ハワイに誰です？お前の母親だよ。はあ？ファス？あれからの親父がただ一人愛した女性、アカネさんだ。え？いや、でも改めて言っておくが、お前は茜さんと俺の間に生まれた子だ。40年前のあの日、俺はこの目で見てた。コインロッカーで二人の赤ん坊が取り違えられていたのな。Okay. お前は本来親父の子荒川正人として育てられるはずだった人間だ。それが俺の捨てた赤ん坊に取って代わられた。恨みに思うなら好きなだけ言え。お前にはその資格がある。俺には親父が二人います。ソープランド桃源郷の春日次郎と都政の親荒川真澄。俺にとってはただそれだけです。そうかもな。だが母親についてはどうだ？じゃあその茜さんって人が？お前の母ちゃんだ。いやでも茜さんは
殺されたって。俺は親さんからそう聞いてます。昔親さんが入ってた確か氷川興産って組に追われて。ああ、荒川の親父はそう信じてた。 OK、 だが真相は違う。Aber was kommt jetzt? Verdeckte Ermittlungsoperation? その頃の発端は、氷川興産の組長が自分の娘を荒川の親父にあてがおうとしたことだ。そこまで親父を気に入ってた。組の跡目にするつもりだったのかもな。だがその頃、もうとっくに茜さんとできてた親父は、恐る恐る組長からの縁談を断った。ええ。すると、メンツを潰された組長の怒りは親父の想像をはるかに超えていた。親父のこともお前を腹に抱えた茜さんのこともみんな殺そうとした。OK、親父は茜さんが氷川興産に捕まったとは聞いたが、死体を見たわけじゃねえ。無事を信じて探し続けた。氷川の組員をしらみつぶしに締め上げてな。だがその頃にはもう茜さん殺しのミッションは組員から外注業者に任されていた。外注業者？プロの殺し屋ってやつだ。もちろん追跡も仕事に含まれる。氷川の組長が手配したんだ。茜さん一人殺すためにそこまで。ヤクザのメンツを潰すってのはそういうことだ。お前もそんくらいはわかるだろ。だが荒川の親父は彼女を救うためにとうとう氷川興産に乗り込んでった。たった一人でな。OK。 荒川、てめえこの裏切り者か。Dio. Krass. Jau. Wie 90er Mafia-Film. Wie gut. ロシアに任務は中止だと伝えてください。
できねえ相談だ。もう押せ。てめえは後戻りできる一線をとっくに越えちまってんだよ。おらが茜はどこにいる？もう日本を出て向かった先はフィリピンだ。小せえ怪しげな貨物船に潜り込んだんだとさ。何のつてもねえ女が大した金もなく密航だなんてな。そういう時見返りは何だと思う？海にいる間中ずっと船員たちの慰みもにされるんだ。代わりバンコにな、この野郎。殺し屋に電話しろ。任務は中止だと伝えろ。引け。いい顔じゃねえか荒川。俺なずっとお前のその顔が見たかったんだよ。殺し屋に電話するな。あいたしべだ。今頃あの女はどうしてるだろうな。親父は氷川組長が死ぬまで拷問を続けたそうだ。だが最後の最後で組長は笑い続けてたとさ。Ist das gestört?結局、茜さんの居所もつかめずじまいになった。殺し屋を止めたくたって連絡のつけようもない。けど、フィリピンに向かったってことは分かったんだ。なら、何か手の打ちようがあったんじゃ。もちろん親父はすぐにフィリピンに飛んだし、自分の組を立ち上げた後は子分らにも探させた。だが、手がかりはつかめず、そのまま何年も経っちまった。もし茜さんが無事生きてりゃ何か親父に連絡してきたろう。だとしたらつまりもう手遅れなんだろうと誰もが考えていた。口に出さねえまでもな。当時俺たちが親父に持たされた茜さんの写真だ。え、見たことねえだろ。この人が茜さん。ハワイ生まれで日系の血も入ってるそうだ。じゃあ俺にもその血が。そうなんだろうな。Okay, krass. 茜さんが消息を絶って10年も経ったある日、親父に知らせが入った。取引のあったフィリピンマフィアの幹部からだ。ハワイで茜さんらしき人を見たと。ってことは、フィリピンからいつの間にか故郷に移ってた。ああ、もちろんそっちも前から組で調べちゃいたんだが、茜さんの生まれがハワイのどこそこってとこまでは親父も知らなかったんでな。網に引っかからなかったんだろう。それで確かめに行ったんですね、茜さんのこと。知らせを受けた後すぐに現地へ飛んだ。ただし親父は行かずに俺一人で。なんで？親父が自分で行かなかったのは、言葉を選ばずに言や、きっと怖かったんだろう。それまでだって情報が来るたびに
希望を打ち砕かれてきた。脈のありそうな時ほどガセだと分かった時のダメージはでかかった。Kann ich verstehen? なるほど。確かに。そして俺は茜さんを見つけた。正真正銘、本人に間違いなかった。無事でいたってことですか？そうだな。平穏に暮らしてた。けどな、それは俺には実に都合の悪い状況だった。え？もし晴れて親父の元に戻れば、茜さんは自分の子供を目にすることになる。コインロッカーの受け渡しに失敗して体に障害を抱えちまった赤ん坊の成長した姿だ。初めは再会できただけで十分だというかもしれない。それでもなんでそんなことになっちまったか原因を突き止めようとするだろう。いずれ親父と茜さんはお互いの記憶を細かく突き合わせていく。するとそれぞれ違うロッカーで赤ん坊を受け渡してたと気づく。二人はその時、今まで自分たちのことを信じてきた荒川雅人、若をどう扱う？そりゃ実際どうなるかは誰にもわからない。ただ一つ言えるのは、茜さんが日本へ戻らなきゃ何もかも今まで通り、俺や若が破滅することはねえ。じゃあまさか頭は茜さんのことを。そうだ、俺は茜さんを殺すつもりだった。かーす、さすがに俺も震えたよ。親父の愛した人を始末するってんだからな。だが彼女の一言のおかげで俺は手を汚さずに済んだ。私は死んだことにしてください。ハワイに茜さんの子供たちが。考えてみりゃ驚くことでもねえ。殺し屋に追われる逃亡生活でずっと親父と連絡を取ることもできずにいた。そんな中で茜さんがどんな人生を選択しようと誰に責められる？ああ。俺は彼女の希望通り茜さんは死んでいたと親父に報告した。ハワイで氷川興産の刺客に殺され、死体は始末された後だったってな。親父は黙って俺の報告を受け入れた。茜さん捜索は打ち切られ、親父の口から彼女の話を聞くこともなくなった。その後も俺は細々とだが茜さんと連絡を取ってた。彼女が妙な里心を犯さねえようコントロールする必要があったからな。あんたってやつはどこまでも。けどこの件についちゃ茜さんが言い出したことでもある。あんたの行動が全部間違ってたとは言わねえよ。だが4年前に親父が死んで俺が無職になったら状況が変わった。茜さんには包み隠さず全て白状する手紙を送った。俺が親父を裏切ったことも、総武育ちの春日一番が茜さんの産んだ子だってことも。皮肉な話だ。親父が死んだことでようやく俺も茜さんも自由になることができた。それでな、アイジ、茜さんが
今になってお前に会いたいと言ってる。アカネさんが俺に？アカネさんの範囲の住所がこいつに書いてある。アカネさんからの手紙ですか？封筒だけだ。手紙は俺とアカネさんとのやり取りだからな。お前には見せらんねえよ。まあそうっすね。40過ぎて見たこともねえ母ちゃんに会えって言われてもピンとこねえだろう。でも茜さんももう年だ。思い残すことなく行かせてやんのが息子の務めってもんだろう。そりゃこいつは俺がやるべき罪滅ぼしの一つだ。ハワイ行きのチケットはこっちで用意する。出発は明日の夜だ。OK。あとはお前の気持ち次第だけど、どうだ、俺のためじゃねえ、茜さんのために会いに行っちゃくれねえか、イチ。頭、頼む。あんたが俺に頭下げる日が来るなんて思ってませんでしたよ。わかりました。会いに行きますよ、アカネさんに。もし断ったら殺したとこだ。What an Arschloch。おう。Hey, gut, dass du noch in einem Stück bist. Hm. Wartet ihr etwa auf mich? Na, Nanbar macht sich Sorgen um dich und irgendwie habe ich es verpasst, mich aus dem... Eigentlich wollte ich das gerade sagen. Also, weißt du jetzt, was Sawashiro von dir wollte? Oh. Naja, also... Es ist ein bisschen ja, ehrlich? Ja, machen wir das. Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ein... Jetzt kann man noch mehr Story, alter Schwede. Persönlichkeiten. Ah. Okay. So, ich glaube, das wird nochmal ordentlich Story bringen. Deswegen würde ich jetzt gerne nochmal eben was anderes machen. Das hatte ich gestern gesehen. Das wollte ich mir gerne angucken. Und zwar... habe ich den Character Editor von Dragon's Dogma runtergeladen. Und den wollte ich mir mal angucken. Ups. Oh Gott. Ja, also die... Oh, Hilfe.
Jetzt hat sich sogar die Maus aufgehängt. Der Character Editor ist hardcore. Warum denn? Ha. Jetzt geht es. Gott. Was soll denn das? Hä? Alter. So, ist das jetzt mal wenigstens anständig? Alter. Dieses Kack. Okay, also. Ich habe den Character Editor von Dragon's Dogma und den wollte ich mir mal angucken, weil das Spiel, da freue ich mich schon mega drauf. Und den hatte ich gestern gesehen und ja, deswegen. Oh. So 1,80. Oh. Das kommt.
Das passt auch. Kopf. Okay, so. Oh mein Gott. Das ist mega geil, der Character Editor. So. Ja, das kommt hin. Unterarmdicke ein bisschen kleiner. Taillenbreite. Das sieht doch... Der Wadengröße ist bei mir Maximum. So, Haut. Ja, ich glaube, ich habe eine natürliche Weiße. Gott, das ist ja... So,
breite Augen. Oh Gott. Auf 26. Was man hier alles machen kann, das ist... Den Winkel fand ich eigentlich ganz gut. Oh Gott. Ach, was man hier alles machen kann. So. Geil. Überstand Kiefer. Oh. Doppelkinn.
Frisur. Was für eine Frisur nehmen wir denn? Ich glaube, wir nehmen meine alte Frisur. Gibt es die? Okay, dunkelbraun? Ja. Nee. Ja. Bauen kannst, ist unglaublich. So. Oh, Körperbehaarung. So, die Augenfarbe muss doch... Ja. Ja, das kommt hin. Schaden. Ja, komm, den machen wir. Sommersprossen.
Oh, man kann Zähne entfernen. Cool. Okay. Körpertattoos, rechter Arm. Passt. Linker Arm. Das. Gibt es das, was ich... Ein Vergleichbares? Das passt auch. Ja, das passt. Oh ja, das passt auch. Zwar nicht das Motiv, aber die Position passt sehr gut. Ja.
Name. Der Kock. Spitzname. Vielleicht gibt's ja etwas. Vielleicht gibt es Dale, Dan, Dante, Dare, Dave, David, Dawn, Dena, Dimitri, Dennis, Diamond, Diego, Chima, Dog, Don. Dr. Willy, Drew, Dudley, Duke, Duncan, Dylan, Din. Vielleicht irgendwas. Kau, Karen, Katan, Kate, Kat, Katsu, Keaton, Kenan, Cairo, Keko, Kelly, Ken, Kenan, Kent, Kerry, Kev, Kevin, Kiga, Kian, Kim, Kimberly King, QQ, Kizio. Ach, nehmen wir Don. Oder? Der doch. Oder Dog. Nee, Don. Ja. Ja. Neuen Charakter und Hauptvasall. Neu erstellen. Ja, komm, ich werde von einer Frau begleitet. Die würde ich gerne als Schurken machen. Gott, oh Gott, oh Gott. So, die Schultern müssen ein bisschen durchtrainierter sein. Ah, Dankeschön. Ich glaube, da kommt gleich... So. Heilige Kacke. Sorry. Wow. Ne? Brustform. Okay. Brusthöhe? Oh, was für ein Scheiß man hier einstellen.
Okay, das sieht ein bisschen zu heftig aus. Okay. Alter Schwede. So. Ach, was man hier alles machen. Ein bisschen böser. Okay, breite Nasenrücken. So. Okay, Frisur. Erstmal Glatze. Ohren. Das finde ich gut. Servus. Oh. Ich brauche ein bisschen freien Kopf und deswegen bereite ich gerade
was vor für... Oh mein Gott. Für Ende März. Da habe ich 2 Wochen Urlaub. Da kommt Dragon's Dogma 2 raus. Und ich... erstell schon mal so ein bisschen die Charakter. So. Ja, und du kannst halt richtig Zeit rein donnern. So.
Ja, das sieht echt nicht gut aus. Oh Gott. Ist das fies. Finde ich cool. So. Laufbahn. Bogenschütze oder Magier? Oder Dieb? Bogenschütze. Unverblümt und impulsiv. The people here are evacuated and safe. The people here are evacuated. The people here are evacuated and safe. There are more who can yet be saved. There are more who can yet be saved. There are more who can yet be saved. People here are evacuated. People here are evacuated. There are more who can yet be saved. So, jetzt wird's interessant. Name. Weibliche Fantasie Bogenschützennamen. Und irgendwas mit Kyra. Und Spitzname? Irgendwas mit K? Karen, Karl, Kat, Kate, Kath, Kay. Kyra. Kyra, Kasa, Katsu, Kidon, Kairo, Kiko, Kelly, Ken, 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 Kerry, Kev, Kevin, Giga, Kim, Kimberly, King, Kibi, Kiri, Kyra. Haben wir Zorella? Oh. Das passt ja. Kyra Carrier. Carrier. Ja. Zurück zum Titel. So kann man sich den sieht aus wie ein Bodybuilder in wie sieht die aus? Ja, das ist cool. Ja. Also, ich würde sagen, für heute war's das dann erstmal. Morgen kommt dann wieder Minecraft. Und da bin ich auch wieder ab 18 Uhr am Start.
Und, ja, diese Woche muss ich mal nicht zur Physio, was ganz gut ist. Genau, und darf jetzt dann ganz entspannt weitergehen mit Minecraft. Da bauen wir dann die, hier das Schwert weiter aus. Mal gucken, wie man das noch upgraden kann von Mahotsuki. Und dann gucken wir mal weiter, was wir dann machen. Was passiert jetzt? Okay. Ja, genau, also. Danke, wünsche ich dir auch und eine gute Nacht euch allen und danke fürs Dabeisein und ja, ich wünsche euch einen schönen Abend, einen entspannten Abend und dann bis morgen auf jeden Fall. Tschüss und auf Wiedersehen und ja, genau, dann funktioniert das? Oh. Ich versuche mal einen Raid zu starten. Raid. Ja, dann tschüss, auf Wiedersehen, bis morgen, habt einen schönen Abend und auf Wiedersehen.